かつて死闘があった。つながりをかけ、思いを超え、絆を避け、ついに拳を交えるも、友は深淵へと沈みゆく。されど残されし少年の意、微塵も揺らぐことなく、己が忍道を示すため、友にその手を伸ばすため、死に並び成長の旅へと立つ。そして幾年、柔らかな日差しが照らす中、一陣の優しき風が木の葉の地へ舞い戻る。今まさに再動の時来たる。懐かしい。全然変わってねえってばよ。綱手のばあちゃんの顔岩が増えてやんの。はしゃぎよって。よっしゃ、まずは一楽ラーメン直行だってばよ。お前というやつは底抜けのラーメンバカだの。いいか、里に帰ってきたらまずは綱手のところに。ああ。ナルトじゃないの。さくらちゃん、それに綱手のばあちゃんも。久しぶりだな、ナルト。うっはー、二人とも久しぶりだってばよ。ってわけで、エロ仙人との修行がようやく終わってさ。へえ、あんたも大変だったみたいね。え、よく見ればあんた。あ、そうかな。なんか見ない間にずいぶんたくましくなっちゃって。どうしたのさくらちゃん、急に黙っちゃってさ。あのさ、ナルト、今からだけど少し時間ある？時間？そりゃあるけど。あ、もしかしてデート？違うっつーの。ちょっと付き合ってもらいたいことがあるのよ。なんだ、デートじゃねえのか。でも、さくらちゃんのお願いを断ることはできねえな。何でも付き合って。よかった。じゃあ、ちょっと私についてきて。うん。さて、どの程度になったか、まずは軽く見せてもらうとするか。ちょっと、さくらちゃん、なんでこんなとこに移動すんだよ。なんでって、さっきの場所だと里の人に迷惑かけちゃうじゃない。は？話が全然見…だから、里の中で手合わせなんかしたら大騒ぎになるでしょ。手合わせ？何言ってんだよ。そんなことやりたくねえし、やんねえし。とか言ってますけど、綱でっしょ。残念だが、お前に拒否権はない。誰が何と言おうと戦ってもらう。うん、
なんで？答えは簡単だ。お前がどれほど力をつけたのか、すでに今回のために多くの忍びに協力を要請している。残念だがお前は逃げられ協力を要請って最初ここまで用意されてはもはや後には引けんのナルト。そういうこと。さあ始めるわよ。ああ仕方ね。よしやるからには全力でやってやる。俺の力を見て驚くんじゃねえぞ。どうやら腹は決まったようだな。それじゃあ私は先に行って用意しておくわ。あんたの力しっかり確かめさせてもらうからね。さて思いっきりやってこい。よし。弟子でも手加減しないぞ。こうなったらやるしかねえ。よし俺の実力見せてやるってばよ。ちゃんとここまでたどり着けるなんてやるじゃない。楽勝楽勝。そのセリフこの後にも言ってられるかしらね。強くなってるのはあんただけだと思わないでね。私も綱手師匠のもとでみっちり修行したんだから。それはこっちも同じだってばよ。師匠仕込みの強烈な一撃受けてみなさい。そう簡単にはいかねえぜさくらちゃん。なるほど。俺の力はこんなもんじゃねえぜ。本気を出さないと勝てないわよ。なんつーバカ力なんだよさくらちゃん。本気を出さないと勝てないわよ。悪いなさくらちゃん。任務達成。